題はこちら、日本 vs 台湾食べるラー油対決。書店の威嚇を食品物産展にした女、有林堂食品バイヤー内野美穂さん、そして業界で最も台湾を知る女、製品生活日本橋許佳さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。許佳ちゃんはそんなにご無沙汰でもないですよね。はい。え、声ちっちゃ。緊張してるんですか？ちょっと緊張してます。え、見てください、この内野さんの家にいるかのような方々。内野さんはですね、日本国内の知られざるうまいものを仕入れるバイヤーで、有林堂の各店舗で販売しております。許佳ちゃんは台湾のうまいものを仕入れるバイヤーで、有林堂が運営する製品生活日本橋で販売しています。お二人は面識ってあるんですか？クレの忘年会の時に隣同士で飲んだよね。覚えてない。ことないじゃないですか。そんな有林堂が誇る2大食品カリスマバイヤーがついに直接対決。みんなが見たくて仕方がない企画でございます。その題材は食べるラー油です。食べるラー油めっちゃ好きですか？最近冷ややっこ食べラー以外で食べないですもん。グーです。江戸はるみ知らないじゃないですか？ゆかちゃん知ってる？江戸はるみって。ホップ、ステップ、ジャンピン、グー知らない？ホップ、ステップ、ジャンピン、グーこの後合コン、セッティング、グー対決なのに、江戸さんのおかげで和やかな雰囲気に。せっかく対決していただくには罰ゲーム決めていきたいと。負けたらこれ披露しますっていうのを。ヨカちゃん、昭和の歌を歌います。何ですか？ハトヤホテル。え、ハトヤホテル CM ソングってことですか？はい。内野さんは昭和対決でアグネスちゃんのモノマネをさせていただこうと。楽しみだな。両方負けてほしい。先輩からにします。はい、内野さんお願いします。柿の種ってご存知ですよね。柿の種。そうですね。新潟の長岡で有名な、はい、何屋製菓さん、柿の種って言ったら、はい、元祖そこの柿の種を使った食べるラー油。想像できない。はい、じゃあ瓶ですね、見てください。あれ先生いいですか？はい。田辺何やってるんだね君は。大先輩の内野さんが誰も悲しませないハッピーなボケをやってくれてるんだね。マルシチ食品さんが作ってらっしゃる柿の種入り食べるラー油です。うわすごい。ラー油と一緒の分量ぐらい柿の種入ってる。そうですね。下の方にラー油が入ってしまっているのでよく混ぜます。渡辺分かってるね。おーめっちゃいい匂い。食べラーの匂いだ。もうそのままザクザクいっちゃっていってください。じゃあ行きますね。はい。なにこれ面白い。ふにゃっとして湿気っぽいかなと思ったらもう全然今そう今そうなんです、ね、今開封した。うん、ねえ、ですね。なぜサクサクか、水分とか湿気を油でコーティングされているからずっと使っててもサクサクなんだそうですよ。へえ、油がガードしてくれてるんだ。ラー油もピリ辛で美味しい。これそうなんですよ。フライドガーリックとかオニオンとかが入っていてうまいんだけど、問題はね、内野さんが持ってくれた大体高いのよ。容量が 160g、はい、お値段おいくらですか？はい、864円です。あー、いやいやいいとこだと思います。2000円か。うん、うん、いいとこだと思います。これは鳩屋の CM ソングだな。続いてヨカちゃんお願いします。中国語で養泉三行というブランドで坚果花椒醬。うわもう覚えらんない、難しい。一さじ台湾というシリーズでナッツ花椒醬、早速やりましょう。イエーイ、キモいキモいキモい。そのボケはお腹いっぱいです。すんごいパンパンに入ってる感じますね。ひまわりの種とかカシューナッツも入ってるんですよ。このメーカーなんですけど、鶏肉加工の工場やってるんですけど、オーナーも鶏肉めちゃくちゃ大好きでいつもいろいろ研究してます。じゃあ鶏料理との相性がいい感じ。めちゃくちゃいいのでこちらもグーになりますよね。え学習能力高くない？早速私は食べましょうか。ブッコロ早速テイスティング。もういいんですよ、それ。うわこれものすごいいろんなナッツ入ってますね。これごまとかかぼちゃの種も入ってます。かぼちゃの種食べたことない。いきますね。ん？めっちゃうまいぞこれ。サクサク感と辛さとホワジャオのしびれの感じがあるんだけど、ちょっと甘いの。バランスがす
い。これはダメ、麻薬だ。さっきのが160で、これが160。あ、160、同じ容量だ。ヨカちゃん、お値段お願いします。1460円です。1ヶ月で食べきったとして1日50円。なるほどな。続いてご飯に乗せて食べ比べしたいと思います。プロのバイヤーに任せていいですよね。ご飯にかける分量割合、かけすぎても美味しくないし、かけなすぎても美味しくないし。なるほどね。めちゃくちゃかけてる。もうどうせならどうせなら昭和の発想です。ご飯の上ね、はい、いいっすよね。いきます。うまっ。これね、ご飯に乗せた時の方が輝く、より柿の種のサクサク感が伝わりますね。柔らかいものの上にかければかけたほど良さを発揮する、うん、競走馬でもそういう馬がいるんですよ。雨の日のぐちゃぐちゃの時ほど強いとかね。そういう感じです。なるほど。伝わらないですよね。ちょっと続いてヨカちゃんお願いします。分量はバイヤーにお任せします。いや本当っすか。うわー、どうなのかな。じゃあいきます。なるほどな。今度は真逆かも。ちっちゃめのナッツとかごまの良さがご飯と一緒になっちゃって、まんまの方が良かったかもしれない。特に柿の種を食べた後だからサクサク感が弱いなと思っちゃった、ね、でもね、味が強烈にうめんだよな。最後は内野さんのおすすめの食べ方を教えてください。チキンに混ぜて食べてもらいます。それチキンはサラダチキンですね。あ、サラダチキン、うん、いきます。念のためビールはない。ビールはない。そうですか。めっちゃ美味しい。おつまみには最高です。でも僕はご飯の方が好き。ご飯の時が一番、あ、新潟で作ってるからだ。そうだ、すごい。米との相性を考えて作ってるんだ。そうかい。日本酒はないですよね。すいません。ヨカちゃんのおすすめの食べ方はうどんです。うどん、もううどんにまんまかけるだけですか。うん。不思議な見た目ですけどね。んやばい、これやばい。店できるよ。冷たい汁なし担々麺をお家でその場でできます。うどんじゃなくても中華麺でも全然美味しい。絶対マジでめっちゃうまい。恐れ入ったぜ。結果発表。勝者はヨカちゃんです。高いっすよ、高いっすけど、僕は1460円出してでも食べたい。甲乙つけがたかったですね。最高でした。じゃあ最後に内野さんの罰ゲームで締めていただいて。これマイクです。マイク。台本を丸めてマイクにしてるね。大丈夫かな。うちの明日から来なくていいとか言われない。いや、ないですね。うちの美穂さんでアグネスちゃんのモノマネです。どうぞ。おっかの上、ひなげしの花で、うらやむのあの人の心、今日も一人、来るかないかいないかい。結構ノリノリでちゃんとじゃないですか。